大鹿村より出演者の2人に素敵なプレゼントをご用意いただいております。ちょっとこれは説明をいたしますけれども、このこれは、大鹿カップのオリジナルのお酒でございます。それからもう一つにはここについておるのが多少温泉といいますけれども、天然の塩水が出てるんです。これはいろいろの地図学者が分析いたしましたけれども、なぜこの塩水が出るのかわからない。それからもう一つは海水とは全然違うということで、日本の中に3カ所しかないそうでございます。そういうその塩水で作りまして、多少温泉ということで温泉旅館をやってますけれども、そこの塩を煮詰めて作った、塩水を煮詰めて作った塩でございます。それからこの上を止めてあるのが、これが、飯田市で全国の7割を出しております水引でございます。そんなことで、ご紹介いたしましたけれども、これをまずプレゼントということでお送りいたします。そんなふうに思っております。よろしくお願いいたします。